足屋町は、福岡県恩賀郡、恩賀川川口に位置する町で、北九州都市圏を構成する自治体である。周辺市町と比べ公共交通の便が悪く、2002年に過疎地域に指定されたが、近年は恩賀川東岸で北九州市のベッドタウン化が進む。恩賀川の川口両岸に町域があり、西岸に町役場など町の中心街があるが、 それ以外の西岸地域は大半が航空自衛隊芦ア屋ア基地の敷地とそれに隣接する芦ア屋ア協定上の敷地で占められている。また恩賀川の水域面積も広く実質的な荷重区域は7.37平方キロメートルと狭い。そのため中高層住宅地区もあり市街地の集積度は人口比に対しては高い方である。町の北側は 限界国定公園に指定されている響きなどに面しており、夏には海水浴客で賑わう足や海水浴場などがある。年中を通じて比較的温暖な気候である。沿岸であることから夏場に猛暑日になったり冬季に放射冷却での気温低下も内陸地に比べると少ない。冬は強い北西の季節風が吹き、沿岸部特有の低い雲がかかりやすく冬季は、 内陸の地域に比べると日照時間が少ない。福岡県内でも風の強い地域である。県内の他地域が積雪している時でも積雪がないことも多く、同じく沿岸部の県庁所在地の福岡市、北九州市と比較しても積雪回数は非常に少ない。その代わりに暴風、波浪等の気象警報が出されることが多く、暴風や波浪に注意が必要な日もある。 隣接する北九州市との密接なつながりがあり、同市のベッドタウンとなっている。音楽川を挟み西岸地区には、古くからの市街地が形成されているため開発できる、土地が限られ、また著しく公共交通の利便性が悪いため、周辺市町への人口流出が止まらず、人口は減少している。近隣の音楽郡音楽町や北九州市は鎌津区、高須地区などへの転出も多い。 一方、恩賀川の東岸では2000年代に入り、約480個の分譲団地が開発された。そのため一時期は人口増加に転じたが、再び人口は減少傾向にある。特に、恩賀川西岸の旧市街地では、人口減少、若者層の流出が相次いでいる。また、緑が丘地区には大規模な中高層住宅街があるが、 近年は交通アクセスの悪化や経年による老朽化により空き家が増加している。また、町の方針として、町営主義であり、交通機関、病院、スーパー、住宅、レジャー施設、観光施設、インフラなど、町民生活に直結する大半が町営である。以下は住居表示の実施により発足した町である。 1五十五年当時の芦屋町前景1五十五年当時の芦屋町中心部太鼓の女川の中流、川口付近には縄文人の残した貝塚が分布しており、そのうち特に山が貝塚と呼ばれるものは全国的にも著名な貝塚となっている。弥生時代後期には岡の津と呼ばれ、豊津、宇佐とともに三大軍港の一つとして有名であった。当時は、 奥の深い広大な湾を成していたが、長年の恩賀川からの土砂の堆積と干拓により、かつての面影はない。平安時代中期から足厚として、記録に残る。1185年、足屋裏の戦いの合戦場となった。同年平家が滅び、鎌倉幕府の誕生とともに、幕府の命により、宇都宮市が地頭として赴任してきた。およそ1200年頃、 土見門天皇の代に、宇都宮市により、足矢釜が起こされた。中世には、足矢千軒、関千軒とも言われ、下の関とも肩を並べるほどの都市であった。江戸時代から、明治初期にかけては、唐津街道の宿場町、恩賀川の石炭積み出しの中継点として、博多や小倉などとも行き来する、海洋交通の要営として栄え、現在の恩賀郡の範囲のほか中間市、 北九州市若松区、戸端区、八幡西区、八幡東区の大半を含む、軍域を統括する、軍役所が設けられたほか、警察署、法務局、裁判所などの行政機関、高等教育機関も置かれ地域の中心都市として、繁栄した。しかし、明治になり開通した筑豊工業鉄道、九州鉄道の路線が上域を通らなかったこと。 朝鮮半島や日本海に近いため沿岸部の鉄道建設は防衛上の観点からも忌避される傾向にあった。また地元の反対も大きかったとされる。アシアに鉄道を敷設する場合には、恩賀川に長大鉄橋の架橋が必要であり、さらに、小倉、文字方面へは、同海湾をまたぐ必要があった。1901年官営製鉄所が、 当時の八幡村に進出したことなどにより、東海湾沿岸部の村々が急激に都市化、また鉄道により折尾や若松が大いに発展したため地域の中心都市という優位性はなくなり、また交通の要液から陸の古島へと立場は変わり、行政機関は折尾村や若松へ移転。著しい調整の衰退から巻き返しを図るべく、鉄道を敷設したり、柏原、または、 アシアに大規模蓄光の構想もあったものの実現はせず1900年頃には1万人を超えていた人口は1940年頃には6000人ほどにまでに減少し衰退した1941年に北九州工業地帯の防衛のために陸軍アシア飛行場が完成し敗戦後は米軍が接収する1950年に 朝鮮戦争が勃発すると、アシア基地は爆撃機の前線基地となったことで繁栄、隊員相手の観楽街が形成され、一気に人口は倍増した。それまで、野原や芋畑ばっかりであった、現在の正門町地区にビアホールやダンスホール、遊興施設などが続々と完成しまさに眠らない街となった。しかし、朝鮮戦争が急戦すると、次第に、 米軍の規模は縮小。潮を引いたかのように、工芸機は去っていった。基地は、その後1960年には返還されることとなった。この間人口は1万5000人前後で、一進一退の状態であった。米軍撤退後には、緑ヶ丘に存在した、三井工作所の跡地に日本行きたいの社宅を誘致、町内各地に大規模な町営住宅を建設、撤退した。 米軍基地の後継として航空自衛隊を誘致するなどし人口は急増。1970年代には2万人目前に迫ったものの、これをピークに人口は減少することとなった。江戸時代には海鮮丼屋なども立ち並び活況を呈した。また明治時代初頭にかけ筑区法丹田の積み出し港として繁栄した。かつては協定上の収入と自衛隊の交付金等で、 京都郡神奈町と並んで裕福な町であった。その回あり、町庁舎や大規模な町営住宅群が建設され、下水道も全国トップ水準に整備された。また、経路補助や教育補助も手扱った。また、地理的な問題があり足屋町が、新種の外れにあるため中心地とはなり得ないこともあり、そのため、住民、行政とも合併には消極的であった。 しかしその後、協定事業が低迷し財政の悪化とともに、合併推進派が現れ、次第に街を二分する大論争となり、2003年3月に住民投票が実施された。結果、合併賛成票が逆転で上回り、恩賀軍4町での法定協議会に参加した。新指名、恩賀氏となる方向で準備は進んでいたが、2004年9月に、 隣の音楽郡岡垣町で行われた住民投票で反対意見が上回ったため同庁が離脱し法定協議会は解散した。元々は1875年に芦屋町内に警察係巡視所に芦屋警察署と会唱が設置され、芦屋警察署の文書を若松、黒崎、赤間に設置していた。1889年若松に本書が移転し、 若松警察署足屋文書に、その後1891年に、オリオに、足屋警察署管轄の発出所が設置された。1906年には若松警察署足屋文書は、オリオに移転する形で廃止、戦後には、自治体警察の足屋町警察署が設置されていた。警察法の改正により廃止され、町内全域及び、町内の発出所は、現在オリオ署の管轄となっている。 米軍基地もあった関係で1967年までアシ屋ア警部発出所、1971年までアシ屋ア警部補発出所以降はアシ屋ア部長発出所交番となっている。また2003年8月の再編までは山が駐在所も存在した。主に海産物を取り扱う観光向けの商業施設は町北部に存在する。町内には 町立の小中学校のみ存在する。公立高校普通科の学区は福岡県第四学区である。航空自衛隊芦屋基地があり、演習時にはかなりの騒音が発生する。一部防音施行されているが、各学校教室の冷房設備等は基本的にはなかった。しかし2018年頃には、各教室に冷暖房を早期に完備した。 校舎建造当時の芦屋小学校、芦屋東小学校は、児童数が600から800名町と多く、校舎を2棟建築したが、山賀小学校は300名台で、他校の半分程度であったため一棟となっている。芦屋東小学校を分離してからしばらくは、両校ともに、多くの児童の通う規模の小学校であったが、芦屋町の周辺に、 環境の良い住宅地が整備され始めた1980年代初頭をピークに緩やかな減少に転じた。年々児童数の減少傾向が大きくなり、特に2000年代以降は、芦ア屋ア小学校、芦ア屋ア東小学校では、高区の過疎化と高齢化により、児童数は200名程度まで急速に減少。ほとんどの学年でクラス替えができない状況となり、 空き教室が大量に発生している。その一方で、校区内の宅地開発が進む山賀小学校では2010年代、前半まで児童数が約500名にまで増加し教室が不足しており、プレハブ校舎を増設して対応していた。2019年頃には全教室に電子黒板を設置するなど近隣都市と比較しても、早くから IT ツールの導入を積極的に推進している。 町内に、空港、鉄道、高速道路はいずれも存在しない。また、公共交通においては、福岡県北部の自治体で唯一、福岡市内との直通交通手段のない自治体である。主に町内各地から、近隣の鉄道駅を結んでいる。自衛隊前バス停から、オリオ駅までは、約7キロメートルである。2000年代諸島までは経路により異なるものの、 速達系統では20分程度で運行していた。利用者の減少、郊外の宅地化による経路変更が相次ぎ、2018年現在では約35分から40分を要する。特に西岸南部の市街地からは、一旦オリオ駅とは逆方向に向かい町域の北東部まで迂回した上で、若松区に入りようやくほぼ直線経路で南下する。 身近な商業集積地として、若松区の高須地区がある。恩賀川の対岸であり、中心部からの距離は 2km ほどである。自家用車であれば5分ほどで到達できるが、オメガ上に、市街地を迂回するバスの線形で距離に比して著しく、遠回りをするため所要時間は、約2から30分かかる。とほと、ほぼ才のない所要時間がかかる現状である。また、 オリオ駅では JR との接続は考慮されないダイヤ編成を行っている。その到着タイミングも良くなく乗り換え時分がかかるため、オリオ駅を介した乗り換えには1時間以上を要することが多い。公共交通を使用する場合はほぼ安定して1時間以内に到達できるのは、恩賀郡内の恩賀川駅周辺や、恵比ツ駅周辺、若松区のごく一部。 八幡西区の一部などに限られる。自家用車と比較して、通勤、通学には異常に長い時間を要することとなり、足屋町の衰退の第一の原因となっている。交通支便な近隣地域と比べると著しく、不便である。町内には2軒のスーパーと、町立の総合病院がある他は、コンビニと、わずかな個人経営店舗しかないため、通勤、通学、 買い物、レジャーなど町外に依存している部分が多い。公共交通通学をすると2時間以上かかる高校もあり、自転車の方が所要時間が格段に早いため、自転車通学に頼らざるを得ない高校も多数ある。バス離れを食い止めること、高額な定期負担を軽減する目的で、通学補助金を助成する制度も創設されているものの、 前述のような所要時間のため通学手段として利用困難になりつつあり、利用は伸び悩んでいる。見巻大橋は、協定送迎バスと市営バス、タウンバスの車両の送り込みに頻繁に回送バスは通過するが、一般町民は利用できず、協定送迎バスの数倍の所要時間がかかるバスによる乗らなければならない。唯一の交通手段がバスという状況であるため、 このような状況でさえ利用者は多く、近年減便が続いている交通局路線の中では数少ない黒字系統でもあり、朝夕や利用者の多い土休日に積極的な増便を行う快速系統や廃止されていた最速系統の一部復活等の積極策も実施されてはいる。行政においては住民アンケートにおいて著しく低い満足度であるにもかかわらず、 利便性が非常に高いのに利用者が少ないと公式に見解している。他路線との接続も全く考慮されておらず、オリオ駅に向かう途中、青葉台東、青葉台中央公園前停留所でに等、若松方面へのバス路線と服装するが、乗り継ぎを考慮したダイヤではない。北九州市交通局の運行エリアではあるが、市外区間であり、以下のような問題点がある。 特に交通弱者に対する格差など大きな問題点もある。北九州市交通局発行の高齢者向けフリー定期券、触れ合い定期は市外区間は利用除外しているため町民の利用が困難である。福岡県内における一般路線バス会社で特定の自治体だけが不利になるような設定をしている業者は他にはない。障害者の有待乗車制度も足や町民は 利用不可、障害の種類によっては、北九州市民は全額無償になるが、芦屋町民の障害者は全く割引の適用をされないなどの問題点がある。そのため、芦屋町に在住する交通弱者の外出機会を奪っている現況である。芦屋町の考え方として、北九州市の事業で行っているため、芦屋町民が割引を受けられないことは当然であると考えている。 町独自で運行するタウンバスも市営バスの減収になるため定期券は市営バスより安くできないしタウンバスにおける高齢者の割引も交通局より市営バスの乗客減少になるため反対意見が出されたため実施を見送られた。西鉄バス北九州のような定額定期券は発売していないため定期券が高額となる。また、かつては平日のみ 西鉄バス北九州の路線バスがわずかに乗り入れておりこちらは北九州都市圏の他の自治体と同等の扱いで特パスグランドパス65北九州都市圏一日フリー乗車券などが利用できていたが平日のごくわずかな西鉄運行便を除けば町民が利用できる公共交通機関のすべてに北九州市交通局が関与していたアア急行線の廃止以降は すべてが交通局運行のバスとなっている。2016年9月のダイヤ改正において、オリオ線の朝ラッシュ時の輸送改善が図られ、快速バスを4便、最速達系統の3つと経由の増便が実施された。交通局が自宅運行しているアシアタウンバスは、通常の定期、回数券のみ、他の自治体のコミュニティバスでよく見られる高齢者の割引はない。 かつては、西鉄バス北九州の路線がいくつか町内に乗り入れていたが、戦術の足アやア急行線を最後に2017年3月末をもって町内から完全撤退している。以下はかつて行われたイベントである。下記の映画作品の撮影が当庁で行われた。2018年、2019年足ア屋ア町オールロケ。ありがとうございます。